皆さんこんにちは、しょりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はですね、今回もうずっちゃってるんですけども、今回はね、私の筆箱を紹介をしたいと思います。でですね、前回も多分紹介したのかなって感じなんですけど、もうあれからもうずっとこれです。私はこの筆箱、すごい黒くて汚い筆箱、落ちないんだよね。そう、洗濯機で洗ったりしてしたり、つけたりしてみたんだけど落ちなくて、やっぱもう黒いままなんですけど、今さら変えるのもあれなんで、多分小学校のうちはずっとこれを使うと思います。私は今までで一番汚いね。そう、一番汚いと思う。すみません、汚い筆箱で、本当に中も外も汚いんですけど、紹介するにもちょっと汚いんですよ、本当にね、そうなんですよね。本当汚いんですけど洗ったんですよ。洗ってこれなのでちょっと一番最多かもしれない、汚いの、はい、ということでね、まあ、早速ね、中身を紹介していきます、はい、で、この筆箱はこんな感じになってて、で後ろにね、チャックがある感じで、ここのだから体内っていうの、うん、ザリガニの体内に、鉛筆とか消しゴムとかを入れるみたいな構造になってます。はい、じゃあ手元にちょっと変えましょうね、中身は。そうですね。ということで早速ね、体内に侵入していきたいと思います。こんな感じで、結構ね、見た目の割には入らないと思う。結構、うん、あんまり少なめだとは思うんですけど。中も汚い、汚い。すいません、中も汚い、汚いね、これ。だから汚いって言ったじゃん。ということで、まず鉛筆ですね。鉛筆はこちらの、よし、こちらの4本でして、まず黒いのが、そこにね、キラキラがついて、まあ1個取れちゃってるんですけども、キラキラがついてるこの真っ黒い鉛筆ですね。これこの前トライングタイガーに行って見てきたんですけど、なくて、多分もう幻の商品なのかなって思ってます。個人的にはすごい悲しいですね。もう売ってなかったね。めちゃめちゃ本当にめっちゃ探したんだけど、うん、売ってなくて、あとそれと同時にあのレインボーのメモ帳も探したんだけど、そのメモ帳持ってなくて、こちらも幻になったんじゃないかなって思ってます。すごい悲しいです。で、あとこれは普通に雑貨屋さんで買った木の鉛筆、あ、間違えた、無印だ、これ無印で買った木の鉛筆に雑貨屋で買ったキャップをしてます。こっちのキャップね、あ、こっちのペンね、キャップ対応しなくて、なんかペンが細くて全然対応しないので2本だけにつけてますね。だからちょっと筆箱が汚くなるんですけども、なるほど、あ、機能しないんで。で、次に消しゴムですね。あ、私消しゴム2個入れてたんだけど1個ないわ、なくした。1個はこのなんかピンクのうんち消しゴム、これは雑貨屋さんで買いました。ちょっと修学旅行で持ってたから名前が買ってあるんだけど、これめちゃめちゃ可愛くてめっちゃ使ってるんですけども、これとあと黒いね、物消し、ちっちゃい物消しがあったんだけど、その消しゴム多分学校かな、どこにあるかわからない、なくしたかもしれないけど、物消しを入れてました。一応こっちも使ってました。はい、あ、キャップ出てきた、キャップで、次に赤青鉛筆ですね。こちらはまあ普通に丸付けするときとか直しのときに使います。もう中学とか行ったらさ、シャーペンとかペンになるじゃん、だからこういう鉛筆とかって使わないと思うから、ちょっとね、ちょっと楽しいんだよね、使うの毎日楽しみ、楽しくない？これからシャーペンとかさ、ペンにマーカーペンとかになっちゃうから、直しとかが、今のうちにちょっと赤鉛筆をいっぱい使おうと思ってます。で、次にね、定規ですね。あ、名前大丈夫かな、見えてなかったかな、このね、あ、ここに名前が書いてあるんだけど、このまず三角定規、これは私来週にですね、テストがあるんですよ。そのテストの復習のために使ってたやつなんですけど、この三角定規と、あと普通にこれは無印の定規ですね、この黒いやつ、これマジかわいいです。次にペンですね。ペン、これはブロッキー、ブロッキーめちゃめちゃ好きで、私ブロッキー水性なので、あの、たまに油性じゃないとダメって時は友達に借りるんですけど、本当にブロッキーが好きで、ずっとブロッキーを作ってます。
でね、これはあの学校からもらったタッチペン。あの今タブレットを使ってるので両面のタッチペンをもらいました。まあもらったっていうよりかは集金でお金を集めてるのでほぼ買ったと同じなんですけども、学校側からねもらいました。はい、終わりですね。以上です。はい、ちょっと汚いけどゴミなんだ。ゴミが入ってるんですけども、ゴミは閉じられた以上でございます。はい、ということで今回はね、私が使ってるねこの筆箱の中身の紹介をしてみました。多分ねもう小学校ではないのかなと、紹介はないのかなって思ってるんですけども、またね中学校で使う筆箱とか用意できたらそちらもね紹介していきたいと思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということでそれではバイバーイ。バイバーイ。